周波数帳は、株式会社サンサイブックスが発行するムックで、日本で受信できる、無線局周波数を収録した一覧表である。超長波からマイクロ波までの電波のあり当て原則と、無線局の用途、使用者、コールサイン、出力、所在地などが掲載されている。周波数帳2014年から2015年1982年に、月刊し、 ラジオライフの別冊として1982年版を発行。何らかの方法で入手した周波数情報と、これまで、ラジオライフ読者が実際に傍受し、編集部に寄せられたデータを集め、一冊にまとめたのが始まりである。その後、過去1年分のデータを更新し、毎年10月に翌年版を発行する形態となる。掲載されるデータが増加するのに伴い、 年を追うごとにページ数も増えていく。2000年版を最後に、それまでの年一回発行からたま数年版のみの各年発行になる。しかし、2010年代に入ると、警察無線などの様々な業務無線がデジタル化により、市販受信機では調子困難となっていることが背景となり、発行間隔がさらに開くことになった。2010年版は発行されず、 2011から2012年版として2010年に発行された。その後、2013年に2014から2015年版として発行された。その後は、Android、iOS 用アプリとして Google プレート、App Store からデータベースが配信されている。それでも、約6万5000パというデータ量を収録している。書籍は、日本では他になく。 総務省が公開している無線局等情報検索でも一部のデータが非公開になっており免許を要しない無線局周波数や等長波の使用周波数帯も収録していることから日本では事実上唯一の周波数時点となっている。なお以前は郵政省による日本無線局周波数表という書籍が存在した。ただしあくまで日本で受信できる。 周波数を収録するという編集方針のため、単波体の業務無線局は、日本周辺のものを主に掲載している。受信趣味のみならず、観光庁や業務無線局でも資料として活用している場合がある。主な内容は、以下の通り。なお、以下は2014から2015年版のものであるが、毎年ほぼ同じような構成となっている。また、基本的に、 日本の無線局を収録しているが、超波短波は、電波電波の特性から日本以外のツボネも収録している。米海軍無線等超波を受信中の交代域、受信機 45Hz から 1000GHz を周波数順で網羅している。ありがとうございます。